はい、どうも、AK です。私、AK は信じておりました。いつか願っていれば、その願いは叶うと。そしていつか思いは届くと信じてました。そして私の思い、私の願いは無事に叶いました。ありがとうございます。はい、何の話かと言いますと、まずちょっと順を追ってお話ししていきましょうか。ちょっと前にコミュニティで書いたかもしれないんですけど、まず今回のルナシーの話です。ごめんなさい、ザ・ラストロックスターズのお話を期待した方、X ジャパンのお話を期待した方、申し訳ございません。今日は僕が人生のすべてをかけて愛するルナシーに関するお話でございます。それでも聞いてくれる方、よかったら聞いてください。はい。で、何かと言いますと、今ルナシーが行っているデュアルアリーナツアー、マザーのアルバムとスタイルのアルバムを、再度レコーディングのし直し、作り直し、さらに進化したアルバムとして発売する、そのアルバムのツアー、マザーオブラブ、マザーオブヘイト、アンエンディングスタイルのツアーのデュアルアリーナツアーを今行っている最中なんですが、そのツアー今回全通すると当初からずっと言っておりました。そして、チケットを手に入れました。10月横浜公演、11月福岡公演、12月名古屋公演、大阪公演、ゲットしました。はい、そうなんです。仙台公演まだゲットしてなかったんですよ。というのも、一気にやっぱりね、10公演分のチケット代をポンと払うのはさすがにいくらなんでも厳しいので、無難に手に入りそうな、もしくは座席が悪くても最悪いいかなっていう仙台公演を後回しにしました。で、ずっとほったらかしにしちゃってたんですよ。まあ、仙台公演なら、まあ場所が場所だし、そんなにね、まあ、ゼビオアリーナかの会場そう簡単には売り切れないだろうと思ってたんですよ。で、今回全体的にやっぱり会場デカめのところ取ってるんで、売り切れづらい状況なんですよね。あえてでかいとこ取ってるんで、別に売れないとかそういう話じゃないですよ。なので、売り切れることはないだろうとずっと踏んでて、ほったらかしにしてて、忘れてはいないけど、ほったらかしにしてたんですよ。まあ、なんとかなるだろうと思っていたんですが、つい先日、12月2日の土曜日、仙台公演、完売しました。やべえと思って急いで全部のサイト見に行ったんですけど、もちろん全部売り切れでございました。まあそりゃそうだよね。で、どうしようと思ってめちゃめちゃ焦って、いろんなサイトを見に行って、どっかで売ってねえかなと思って見たんですけど、定価の倍以上で売ってんだよ。いや、マジか。まあでも最悪それしかねえのかなぐらいの思いでいたんですけど、でも大丈夫だと、俺の思いは届く、必ずルナシーは座席の開放してくれると思ってました。そして昨日だったかな、無事に仙台公演機材席開放されました。おめでとうございます。そして今日25日の朝10時販売されました。まあ注釈席なんで、まあちょっと見にくい座席にはなってしまうと思うんですけど、販売されました。そして仕事中ですが、トイレにこもってスマホで挑戦しました。1個目開いた、クレカしか使えない。まあデビットカード持ってるんで、デビットカードで行こうと思って登録したら、残高不足、終わったと思ってサイト変えました。
クレジットカード一応もう一回押しました。残高不足、終わった。そして3つ目、別のサイトを開きました。コンビニ後払いがあった。そこで進めました。申し込みできた。あとは28日までにそのチケット代払うだけです。はい。でちなみに3日のチケットは、2日のチケットをこう売り切れを知っていろいろ探しまくった時に買っておきました。普通にあの公式サイトから買いました。はい。で、結果的に2日のチケットもちゃんと公式から買うことができて、これで改めて今回のルナシーデュアルアリーナツアー全公演参戦確定いたしました。ようやく確定しました。ありがとうございます。ルナシーを信じて待ち続けてよかった。バカみたいに2倍の価格で買わなくてよかった。本当によかった。俺はルナシーを信じてました。はい。それがまず一つ。そしてもう一つ、これね多分今でもまだ見逃してる人多いんじゃないかなと思うんですけど、ここ最近ルナシー結構ラジオの出演とかテレビの出演だったりとか結構多いじゃないですか。 FM なんとか出演決定しましたとか、テレビのなんとか放送出演決定しましたみたいな、よくニュースが来たりとか通知が来たりすると思うんですけど、その中にこっそりイベント出演決定したの皆さん知ってました？僕完全に見逃してました。いつものラジオ出演だろうと思ってパーって見てパーって飛ばしちゃってたんですけど、なんていうのかな、これ FM802 っていうのかな。はい。 FM802 なんとかなんとかみたいな出演決定っていうのが来たんで、ラジオ出演かなと思ったら12月28日にある FM802 なんとかなんとかっていうイベント、まあライブですね、フェスですに出演が決定してたんですよ。いや、それ11月1日に発表されてたんですけど、僕これ気づいたの福岡公演の時に気づいたんですよ。でそれが7日8日あたりだと思うんですけど、その辺で気づきました。でいつもの悪い癖ですよね。まあ行くのは僕の中でそこで確定したんですよ。あ、12月28日行けるなと思って確定したんですけど、まあチケット手に入るだろうと思ってですね、ほったらかしにしてました。でただストロックスターズのライブの日の21日か22日だったかな、21だったかなに、いろいろ調べてみたんですよ。あ、そういえばあったなと思って、ちょっと今のうちにちゃんと調べたことを追って調べてみたら、もう販売してなかったんですよ、チケット。えっと思って、終わったって思ったんですよね。でほぼ同時期にそのイベントのチケット買えないっていうことが分かって、12月2日が完売したっていうのが判明したんですよ。ダブルで終わったなと思って、結構落ち込んでたんですよ。でまあちょっと余談ですけど、そのラストロックスターズのライブの3日間、まあその次の日のもうまだ東京にいたんで4日間なんですけど、ちょいちょいね、あの不幸だったりとかいろいろあったんですよ。あの別に身内のとかそういうのじゃないんですけど、あのこけて怪我したとか切符落としたとかその程度のものなんで、そんなに深刻なものはないんですけど、ちょいちょいね不幸が重なってたんですよ。いろいろ物を忘れて取りに行ったりとかそういうのもあって、もうなんかねかなりこうその4日間のうち前半は落ち込んでたんですよ。はい。なんですけどね、でまたちょっとフェスの話に戻って、その次の日の22日だったかな、またいろいろ見てみたら、あ違う、その日にまた21日かにいろいろ調べてみて、でどうしても欲しかったんでチケットが、いろいろ調べてみたんですよ。その FM802 なんとかのイベントのチケット情報みたいなとこ調べたら、プレミアム会員みたいなのが書いてあって、その FM802 なんとかみたいなやつのプレミアム会員がどうみたいなことが書いてあって、チケットが必ず買える
で23日から発売開始みたいなのが書いてあって、おっと思って調べたんですよ。でそしたら23日から確定で買えるって書いてあって、で年会費が1万6000円かかるとか書いてあったんですよ。1万6000円か、チケット代と合わせて2万7000円か、買い逃しちゃった俺が悪いし、もうそれ払うかと思って、で一応その年間の年会費払うとどんなのが特典があるかっていうのを調べて、なんか他の、ライブイベントも無料で招待されますよとかっていうのがあって、まあ興味あんまないけどまあいいかと思って、でその入会しようと思ったんですよ。そしたら2023年度会員申し込みも受付終了ですみたいなこと書いてあって、はと思って、2023年のまあ最初の段階か、もしくは事前に申し込みをしていた人だけが入れるものだったみたいで、後からは入れないみたいだったんで、な、終わった、また結局チケット買えねえわと思ったんですよ。でそしたら、22日か23日どっちか忘れたけど、ピアからメールが来たんですよ、チケットピアから。でなんか FM802 なんとかなんとかって書いてあって、え、何これと思って急いで開いたら、チケットピアだけ23日の10時ぐらい、12時だったかなから、この FM802 のイベントのチケット、再販っていうのが、再販じゃないけど、発売されてるんですよ。多分今現在も売ってると思います。数時間前に確認した時には、27日はもう売り切れてたけど、28、29はまだ売ってたんで、ルナシーの出演の28日、まだ売ってます。なので今までルナシーが12月28日にフェスに出演するっていうこと自体を知らなかった人、この機会にちょっと見に行ってください。チケットピアで FM802 っていうのを調べると多分出てきます。で、12月27は完売、28はまだある、29まだあるみたいな感じになってると思うので、ぜひこの機会に12月28日インテックス大阪である FM802 なんとかなんとかっていうイベント、いつまで経っても覚えない、はい、そのイベントチケット買って来ようぜ、みんなで、みんな行こうぜ、ルナシーが待っている。まあぶっちゃけ他の出演者で興味があるのはあんまりいないんですけど、まあ9ミリとかサンボマスターとかいるんで、その辺は見たいかなっていうくらいかな。うん、なんですけどルナシーが出れるんだぜ、行くしかないでしょ、大阪行くしかないでしょ、1万1000円払うしかないでしょ。というわけで行こうぜ、みんな、みんなで行こうぜ。そしてルナシーのライブを盛り上げようぜ。で多分鳥だと思うんですよね、さすがにメンツ見た感じ、やっぱり若手っていうほどでもないかもしれないですけど、まあ、ルナシーから見たら若手のアーティストばっかりなんで、まあ多分鳥だろうなと思うんで、のんびりと午前中はすっぽかして、いつもライブ行くときと同じ感覚ぐらいの時間で来てもらえれば、多分のんびりとルナシーを見ることができると思います。まあのんびり来ちゃうとやっぱり遠くの場所にはなっちゃうとは思うんですけど、ただあの出演者を見る限り多分来場者がルナシーに興味ない人結構多いと思うんですよ。なんで結構ルナシーの出演までに帰る人も多いと思うんで、なんで結構ギリギリに来てもそんなにめちゃくちゃ遠くの場所ではないような気がするんですよね。なんでまあその辺も踏まえてね、来てみてください。そしてもしかしたらね、フェスに来てチラッと見てみたら、あ、意外とこのアーティストかっこいいなみたいな新しい発見もあるかもしれないです。まあ、そういう楽しみもあるんで、ルナシーが出演するフェス行くしかないでしょう。みんなで楽しもうぜ。というわけで何が言いたかったかと言いますと、年内のルナシーのライブは今年は全部俺は行くぞっていう話です。というわけで今日はここまで。バイバイ。